さあアンコールの声に応えて小塚隆彦が出てき、おっと小塚だけではありません、中野ゆかりが出てきました。これはこれは小塚がフリーで使っているビートルズのメドレー、サプライズです。確か中野選手もビートルズのナンバーを使って競技会で滑ったことがありましたね。そうですね。ただこういうふうに2人でステップを合わせてというのは今回初ですね。イーグルもアクセルもそしてスピンも、このサプライズはファンにとっては大きなプレゼントです。そしてハイタッチの2人、まあ、同じ佐藤コーチに指示を受けるというこの2人ですけれども、いや荒川さんびっくりしましたね。びっくりしましたね。ステップは多分小塚選手のステップかなと思うんですけれども、朝覚えたんでしょうかね。いやこの2人が見せてくれました。中野ゆかりそして小塚隆彦、世界フィギュア代表2人のコラボレーションでした。